バルス暦320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマリアム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン・ウィジンス、時に14歳。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進むのは危険そうだな。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。集まりましたね。彼らをまとめ敵軍を蹴散らされてはいかがでしょう。味方の兵を束ねれば強力な突撃を行いましょう。力を貸してくれ。さあご命令を。分かった。みんな私に続け。この戦で必ず活躍してみせます。
私も精一杯力を尽くします。使うなんて。この程度のものは技とは申しません。ただの剣の基本動作です。ただしその基本を鍛えなければ技も威力を失います。基本をお磨きなさいませ、アルスラーン殿下。まったく、バフリーズはいつもそれだ。それでは稽古を再開しますぞ。いくつか目標を定めましたので達成してくだされ。まずは戦いの基礎をおさらいしましょう。指示に従って彼らを倒してくだされ。なぜバフリーズは遠征に同行しなかったのだ。おかげで毎日稽古に付き合わされて散々だ。ここ王都エクバターナの守護がこたび私に与えられた任務です。西のルシタニアのみならず東方の国々もこの都を狙っておりますゆえ油断はなりません。そんなに忙しいなら私に剣の稽古などつけてくれなくてもよいのに。そのような覇気のないことをおっしゃられていては立派な王になれませぬぞ。殿下は初陣もまだですから、その日に備えて剣を鍛えておきませぬ。殿下、これをお使いください。御身を守るのに役立つかと。